はい、今日は11月28日回っております。はい、はい、今日もこんな感じで頑張ります。頑張ろう。よろしくお願いします。お疲れ様です。イエーイ。お疲れ様です。ゆうな。はい、くりです。今日もなるべく頑張りたいですが、こればっかりがなんでどうなるかなと思ってます。今日も頑張ります。よろしくお願いします。大阪市長選に立候補しようと思ったらもう当選が決まってました。そんな時ですかね。待ってたよね。うん、はいはい、そっかそっか、なるほど、うん、じゃあね、今度ね、まあ俺の思ってる方向に進めるようにいや、なんて言っていいかわかんないわ。わかんないよね、本当にわかんないわ、うん、はい、で今ですね、今私たちが旅しているのはサンサーラ大陸でございます。はい、はい、サンサーラです。はい、神殿ラボが最初に作ったシム群でございます。はい。はい。そして現在8つが確認されているシム群はですね。シル群って言ってる。シム群。シル群って。シム群。はい、シム群。シム群は、そのそれぞれが大陸と称されておりまして、その総称として、メインランドという言葉が使われております。はい。まだ大陸がサンサーラ一つだった当初は、この大陸がザ・メインランドと言われておりました。はい、後にサンサーラの北に北大陸ができると、北大陸に対して南大陸とも呼ばれるようになりましたということです。はい。そしてサバイバルモードとは、今現在メインランドに9つの大陸があるんですけれども、その9つの大陸を全て制覇しようという番組でございます。そうです。すっごい過酷だよ。過酷です。あんた、はい、今日は雪山に飛び行こうよ。そんなに行けるの？そんなに。行けるでしょ。あ、雪山に来る準備してこなかったな。本当だよね。ダメだもん、雪山。ここがまっすぐ行ったとこ、雪山あるでしょ。あ、本当だ、結構行けそうだった。そうだよ、なんかだよ。なんかってことはどっちだ？なんか。この道行けばいいの？この道行けばいいのか？うんうん。もう頑張るか。頑張りましょう。はい、いつだったっけな。先週、この前のサバイバルモードかなんかにちょっと忘れたけど、はい、逆走したらしいで、俺たち。あ、そうだったの？うん。前にも一回さ、雪山目指そうぜって言ってたじゃん。はいはい。ない。あの時なんか遊園地みたいなのあったでしょ？あ、はいはいはい、あったあったあった。俺たちあそこから逆走したらしいで。そうだったんだ。そうだったの？うん。逆走したんだってよ。だから急な V 字になってんの？ちょっともう一回見てて。急な V 字？うん、ちょっと見てみて。あなるほど。なるほど。どこにもう当たってる方向に向いてるじゃん。そうかそうか、じゃあ本当は前回に雪にたどり着いてたんだ。もう今日あたりはね、防寒室だったの。距離的に行ったら行っちゃうね。うん、行くよ行って。今日行くよ。じゃあ頑張ろう。じゃあ頑張るよ。頑張るけど行かないと。大丈夫だ、ハゲ。ピアピアいいじゃないの、薄手だもんだって。そうだよ、治ってたもん。頭が寒いのね。大丈夫。頭が。丈夫になってるから大丈夫だ。そっか。え、なんかちょっと待ってるわね。このまま。低くする？このままの、
道を行ったらぐるっと大回りだぞ。え、そうなんだ。え、また他人様の土地を横切るんですか。このま、じゃあ曲がる、答え曲がるの、曲がりに行ってある。一気に南に行って真横に向かっていくっていう。こっちに進むんですよね。え、反対側。え、違うの。南側。あ、だからそこの曲がり方曲がるってこと。南に向かうってことはこっちでしょ。え、そこの曲がり方曲がればいいのかな。これ今南、うん、こっちの、あの、あ、あそこはあっちに行けばいい。あそこの曲がり角を、はいはい、あの、ちょっと提供行きますんで。はい、わかりました。はい、この番組の提供でございます。この番組の提供シムは、ジャパンドリーム県人、別府、浅草108、シム新潟、あゆ村、エリア86、SSOC、以上の提供でお送りいたします。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、行きましょう。じゃあ、こっちに行くね。はい。行きましょう。一山目指し、頑張んべ。あ、一山目指し。一山に着いたら何しようかな。一山についてはエンディングだろ。え？スケートじゃないの？スキーとかね。スケートか、もう多分次回じゃない。今日も楽しくなって精一杯だと思うよ。あ、多分かっこいいだろうな、あれ。個人宅かしら。個人宅、うん。ポスターが出てるし。ポスターが出てる。なんだろう、うん。あら、素敵なお家ですこと。素敵だわ。うん。何？うん、緑で納得。寄り道してる場合じゃないからね。あ、そんなに。そうだよね。写真家の人のお家みたいですね。あ、へぇー。アーティスト。あ、いけない。これ好きだよ。いけない。なんでしょ、今の。いけない。つまずいた。おっと。ゆっくり歩きながら。ゆっくりね。うんうん。なんか灯台が見えてきた。灯台？うん。右前の方に。ちょっと冬だからやっぱり雪山を目指してね。雪山目指して。そう。頑張って。そんなに雪山にこだわってるの？え？雪が好きなんじゃない？雪が好きなんだ。っていうかもうこの景色をずっと見ても平平凡凡としてるでしょ。まあね。雪山とかに行ってこうなんかこう白銀の世界を、ああなかなかね素敵ですよね。皆さんにご覧いただきたいと思うな。うんうん、そうです。あ、何かしらあれ。何？また風力発電機と？なんかコンクリートのなんか。あ、落ちた。ああ落ちた。大丈夫？大丈夫？大丈夫。自力で上がれますか？上がる。飛べるから。うん。飛べるあ、なんでしょうね、あっち側のなんか人工の島みたい。あ、風力発電と、何や、あれ周りコンクリで固めてある感じがする。あ、ほんとだ、ほんとだ。うん、いいってことになってるね。うんうん、ね、うん、なんだろう。でもね、メインランドも前よりずいぶん綺麗になってる。あ、ほんと。うん、そうだよな。前はね、ちっちゃいね、一番ちっちゃい16平米くらいの区画、うん、みたいなところに、なんか、とってもなんかあまり見栄えの良くない、こう、なんていうのかな、こう、フロートの広告みたいのがもう、ずっといっぱい浮いてたりとか、そういうの一応全部禁止になったので、綺麗ですよね。じゃあ良くなってるんだね。良くなってますね。うん。だいぶ良くなってると思う。広告攻めで地上げとかあったの？ありましたよ。へぇー。だからね、とっても良くなったね。うん。動けなくなった。あら。あ、ちょっと足踏みしてるかな。うん。なんで？ちょっと利用するね。あ、はーい。いってらっしゃい。
ください。じゃあこの辺で待ってましょう。ここになんか看板、うん、あ、ちょっと見て。何だあれ、右前の方。何あそこ何？ケリ君いないでちょっと。あ、本当だ、なんか。なんだ？オブジェがある。何のオブジェだ？なんだろう。何？オブジェがあるよ。美容がされてないのか、本当にああいうものなのかよくわかんないけど。なんかあれでしょ？骨骨ロック系の。うん。なんだろう。何の形これ？馬？なーに？馬の骨？馬の骨？ね、馬、あ、アリ？馬え？アリ？アリがほら、二つ、馬の彫刻か。アリ尻尾ないし。ごめん。あまりいいし、馬もね。アリが、ここに戦ってるのかな。あー、このアバートな感じがアートなんだね。そうだね。確かに確かに。アバートの。ごめんなさい、お馬さん。本当に。なんかでも、なんか、うん。そう、ちゃんと馬のラインが表現されてますよね。そうなんですよね。馬のラインなんですよ、これはね。本当に。うん。ちゃんとカメラで見たらよくわかりました。うん。なんか不思議な感じだけど。なんでアリに見えたんだろう？なんででしょうね。うん。あの、肩の部分と、腰っていうか足の付け根のお尻の部分がなんかアリさんに見えたのかな、うん、そうですね。うん。なんか頭の部分。戻った戻った。たけちゃんお帰りなさい。ただいま。はい。じゃあこっちに行きましょうか。ついてないの。ついてないね。もう一回つき直した。よいしょ。よーし。やった？はい、行くよ。いい傷だ。はい。着いた？着いたよ。はい。じゃあ行きましょうか。大丈夫？もう見えてる？もう見えてる？大丈夫？あ、なんだ。うわー、すごいわ、早い。あ、なんか今日平和な感じだ。うん、ほんとほんと。うん。これさ、この行ってさ、うん。これで本当に雪に向かってる？いいのかな？ねえ、うん。案外遠いのかな？ちょっと地図見るね。うんうん。はいはい。ちょっと地図見る。うんうん。私も見よう。こっち向き歩いてるでしょ？こう歩いてるよ。え、なんか、あ？違わない？なんか表示が遅いわ。違うよね。違う？なんか向きがなんか。どっちの方に行くには、こっちに進まなきゃいけないんだと思うけど、こっちに。逆じゃないですか？え？こっちに向かって、だから、南西方面に向かわないといけないんだと思うんだけど、違いますか？いる、どうぞ。そうそう。カメラマンさん出して、待って。あれ、雪山って。あ、なんか。南西方面に進まないといけないんじゃないですか？俺たち向かってんの逆じゃね？逆だと思う。え？向かってる方向逆だと思う。こっち、じゃ戻る？こっちに向かわないといけないと思う。戻る系？うん。え？ちょっと待って、俺たちどこに間違った？こっちじゃないと思う。全然そうすると、さっきの、間違ったもの延長上にいる感じ。すごい戻るんじゃないの？うん。こう行ってみ、こう行かないといけないと思う。こっちの、こっちの方。南西？うん、南西。え、戻るの？違います？戻る。うん。そうだね。でしょ？南西、ね、全然違う方向ですけど、そっちを先に行くんだったら OK よ。いや、雪山に行こうよ。だとしたら思いっきり戻んないと。まだ今日も着かないと。思いっきり南西方向に行かないとダメだから。うんうん。雪山って。なんか今、途方についた、これ。だからこっちに行って、こっち。はい。こっち？南西南西。戻るの？
走ってゲームしながら、ゲームしながら、戻りましょうか。戻りましょう。ね。ね。ダッシュ。ダッシュ。ダッシュ？うんうん。走る走る。うわぁ、ちょっと待って待って。よいしょ。よいしょよいしょ。どこまで戻るんだろう？ダッシュダッシュ。うん、そっちなの。スタート地点？いや。え？あのさ。あ、どっかで、南西の方向に、南西の方向に向かえるようにどっかから、うんうんうん、どこから行けばいいの？斜め左、何しろ斜め左前なんですよ。斜め左前。谷沢の年通ってるか？ええ行けるか？横切る感じ？ちょっと待って、ちょっと待って、地図見よう。でもなんか、水越えなきゃ行かれないんじゃないの？越えな、越え、水越えなくても行かれんの？水、ちょっと待って、今、見てるから。水越えなきゃ行かれない感じじゃない？ちょっとさ、ちょっとさ、近道しようか。ん？水の中突っ切ってこうぜ。どこどこどこのどこのここからここへ行こう。橋は越えないといけなくない？ここへ行こう。大丈夫？ここから？どこどこどこ？みんなどこ？こっち？うん。うんうん。え、どこ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 途中海があるけど、途中海は泳ごう。こっちだ。よし。こっちに行ってる。これについてきな。よっしょよっしょ。うわ、なんか帰りが泣いてる。すごいな。うわ。すごい。うわ、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 水が。すごい、こんなことになってんだね、この家の。すごいな。あれあれごめんなさいよ、お邪魔しますよ。お邪魔しますよ。はいはい、桜が咲いてるわ。桜が咲いてるわ。ごめんなさいよ。水どうするの？え、ここ泳ぐ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 。あ、ごめん、またあっち行っちゃった。びっくりした、今どうしたのかと思った。すいません、落ちました。落ちました。はい、じゃ入ったら呼ぶからね。うん、お願いします。水に入る前に。落ちるときあっていってしまう。ごめんなさい。水に入る前にちょっと。はい。ここ見よう。待ってよ、はい。今ちょっと地図見てる。橋は越えないとっていう。いいの？そうよ。ちょっと待ってよ。うん。なんかここボートがあるというのにね。あ、これじゃ、ほんとね。うん。こっちだな。こっちだ。こっち？うん。思いっきり人の血の方向って。うん。お邪魔し、ごめんなさいよ。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。ごめんなさいよ。お邪魔しまーす。走って走って。はい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 。しょうがないと。見つかったら奪われる。大丈夫？不法侵入で。誰もいないけど。大丈夫、大丈夫、大丈夫。うん。あ、この水を渡るんだ。こっち？この真正面の水を渡るの、ここ。はい。あ、ここ距離短い。すぐだ。ダメやー。オッケー。うわ。これどこだろう。うやー。呼ぶからね、待って。うん。海、水の上に出たら。うん。待ってます。あ、ここでタケルくん、ちょっとタイム。あ、わかった。おうちで見るわ。ピアピア呼ぶし。ちょっと待ってねー。あれ、ひよこさんとこにいるな。ん？えい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 。あれ？はい。あ、いた、いた。よっしゃー。はい。絶対にピアピアだよねって。怖いわ。もうテレポ呼ぶ。何が？何が？テレポ呼ぶとき怖いわ。ありがとうございます。いいや。はい。また違う人呼んじゃいそうで怖いわ。あのさ、はい、あのさ、うん、悲しいお知らせなんだけどさ、はい、何？この方向に向かっていくわ。どこ？は？この方向に向かっていく？この方向に向かっていくわ。え、すごく海なんですけど。マジ？あのさ、海すっきりながらじゃあゲームする？あ、そうしようか。なんか見失いそうだな。いるよ。じゃあ、行きますよ。うん。ゆっくりゆっくりお願いします。ゲームの紹介ですか？はい、ゲームコーナーです。はい、旅をしながらゲームをして、敗者には罰ゲームが待っています。これはいつもの通りです。次の敗者が決まるまで罰ゲームは続きます。今日は、古今東西ボンバー。
あらかじめ爆弾言葉を決めてもらっていて、その言葉を言うと失格です。もちろん言葉に詰まっても NG。 はい、はい、ということでまずお題、はい、その1、はい、アパレルブランド、はアパレルのブランドだから自社でちゃんとそこでなんかアパレルのもの、うん、製品を作って売ってるとこです。だから洋服とかバッグとか靴とかね、うん、え、どうだ、ブランド名、国内とかじゃないでしょ、国内でも国外、うん、